チャールズ皇太子ビンンラディン家から寄付金イギリスのチャールズ皇太子が2013年頃アメリカ同時テロの首謀者で国際テロ組織アルカイダの首領だったウサマ・ビンラディン容疑者の異母兄弟から100万ポンド約1億6000万円の寄付金を受け取ったと31日付の日曜誌サンデー・タイムズが報じました皇太子の側近は受け取ることに反対しましたが引き入れられなかったとのことです